創禅寺婆場のあだうちは、聖徳5年11月4日、摂津国西成郡浜村創禅寺の松原において、炎上寺在門及び安藤喜八郎の兄弟が、末程である創禅門の仇である生田伝八郎を討とうとして、帰り討ちにあった事件である。上流璃映画などの題材となった。実説として伝えられるところによれば、聖徳5年5月14日、 山和国軍産藩のやり術師藩である炎上二郎左衛門の罰子である総左衛門は平日のことが原因で家中の幾田伝八郎と異いを起こし殺害された。伝八郎は国元を立ち去り弓市中沢丹波の世話で大阪曽根崎新地花屋の花で座敷に身を寄せ剣術指南をしていた。総左衛門の兄弟である 炎上自在門及び安藤喜八郎は敵を取ることを決意し、大阪に出て、幾多の行方を探していた。兄弟は、ある日偶然にも、幾多間神社の近くで、幾多と出くわし、直ちに勝負を迫った。幾多は、神域を騒がすのは自分の不本意であり、門弟を引き連れているから、助立ちをされては帰って武士の面目に関わるとして、後日のことを約束し書面で、打ち合わせ。 11月4日、早朝、早前寺場場で果たし合いと定まった。11月4日、幾多の大勢のモンテーラは、稲村の影、松の小に姿を潜めて、助立ちをしたため、兄弟は無残な帰り討ちにあった。11月24日、幾多は、山と八田の常障子で、理由不明の切腹を遂げた。数多く日本の剣劇映画の題材となった。ありがとうございます。